市谷陽一は、日本の作曲家、編曲家、東京生まれ。大学入学資格検定合格後、20歳より、ピアノを、その後作曲を始める。2011年東京芸術大学作曲家を、卒業。作曲を、北村明、近藤譲る、山本博之、照山崎、山本淳之介、米倉香里隠しに指示、サラウンドデザインを、ミック沢口。 録音を、亀川通る DAW とエンジニアリングを、江夏正明に学ぶ。世界的な団体である、アイスが行う130スアイス、コンベンションロンドンスチューデントレコーディングコンペティションに、日本代表としてエントリー。131ショートとにアイスコンベンションニューヨークにて、イーグルス、エアロスミス、スティーリー団など多くの著名アーティストのミキシングや、音楽プロデューサーとしても知られる。 エリオット・シャイナーにより賞賛を受け、数々のグラミー賞ノミネートアルバムを世に、送り出している2リットルレーベルのモートン・リンドベルイに、聴いたことのない音楽を聴いたと評された。サラウンドによる、立体的音上で再生されることを想定して書いた、ファーストアルバム、ユニバース4サラウンドをリリース。ウナマスレーベルのアン・アマズ、クラシックシリーズのアレンジを、継続的に担当し、アレンジ、 録音編集、スコアパートップ制作等を行った、J.S. バッハ、ザ・アート・オブ・フーガ・ BWV-1080、フランツ・シューベルト、デス・ザ・メイデン』h が、日本プロ音楽録音賞優秀賞を受賞。タッチオブ・コントラベース、ビバ・ザ・フォー・シーズンズが、同賞の最優秀賞を受賞。ユニバース・フォーサラウンド、2014年2月21日、ユニバース・フォーサラウンダルメリア、 ストリングス・カルテット・エトール・アフター・グロー、エリコ・シミズ・ストリングス・4ザ・フォー・シーズンズ、アントニオ・ビバルディ・ザ、カルテット・フォー・シーズンズ・ザ・アート・オブ・フーガ・ BWV-1080& ア,アーマズ・フーガ・クインテット、フランツ・シューベルト・ナンバーワン・4イン、D ・マイナー・デス・ザ・メイデン・アン・アーマズ、ストリングス・クインテット、エイピア・ソラ・バイ・ストリングス・オボエ・アン・アーマズ、 ピアソラセプテット PI チャイコフスキーオーパスマイナス70数ベニールでフローレンスアンアマズストリングスセプテットザサウンドオブオーガホールベストセレクションタッチオブコントラベースアンアマズアワーデッドベストセレクションズアフターグローエリコシミズアンドストリングス4ナンバーワン4インディーマイナーデスアンドザメイデンシト乙女新生50奏版 A ピアソラバイ ストリングスオーボエピーアイチャイコフスキーオーパスマイナス七十ーベニールでフローレンスザサウンドオブオーガホールベストセレクションありがとうございます